日本の F3 戦闘機開発に新しい動きがあったようです。ロンドン日本部を設立することで調整しているということです。今回はロンドン本部設立によって加速する次期戦闘機開発について見ていきましょう。産油国サウジアラビアが参加を猛烈にアピールしている中、スウェーデンが参加という情報もあるようですよ。F35 戦闘機の開発のようになってきているように感じますが、果たして戦闘機の開発に意味があるのか、今後が見えてきません。新進 X2 戦闘機で、ドローンを AI 操作する方がいいのではという気がするので、新進の量産化を検討する時ではないかという意見もあるようです。日本が、イギリスとイタリアとの3カ国で、次世代戦闘機の開発を進めると公表したのは、2022年12月初旬でした。その後2023年9月末までで、およそ10ヶ月経過しようとしています。もともと、イギリスとイタリア、スウェーデンを加えた3カ国で、テンペスト計画と呼んでいた次世代戦闘機開発計画を推進していた経緯がありました。実は、日本のそちらへの参画を促していた経緯もあったのです。しかし、前述のような状況が報じられていた当時、日本の次世代戦闘機開発の本命は、従来通り、アメリカと同国企業との共同開発と考えられていましたから、テンペスト計画へ日本が合流するということは、あくまでも、一つの可能性という見方が大半でした。実際、次世代戦闘機開発は、日本が主導権を発揮していっていくと唱えられていたものの、純然たる国産化で実現できない現実を見据えて、アメリカのロッキード・マーチン社を技術支援先企業とする方向が有力視されていたのです。日本の次世代戦闘機は、F2 戦闘機の後継機と位置づけられていて、これは、空自が運用している日米共同開発によって生み出された機体です。これは、2035年に退役開始が予定されているので、それまでの配備がマスト条件となっていました。アメリカ側は、日本の希望する次世代戦闘機配備期間を考慮し、ロッキード・マーチン社が手掛けた F22 ラプターと F35 ライトニング2という2機の第5世代戦闘機の折衷案を提示したと言われています。しかし、どちらにしても、アメリカ側の提案は、現行の第5世代戦闘機の延長線上にあるわけですから、日本側は難色を示しました。可能ならば、アメリカが開発中のいわゆる第6世代戦闘機 NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスの機能を求めていたのです。航空自衛隊で運用中の F2 戦闘機はおよそ90機で、その代替機となる次世代戦闘機の収益の時期は、前述の通り、2035年を目標としていたのですが、この時期は、アメリカの NGAD とは、大きな隔たりがありました。アメリカの NGAD は、テスト飛行をすでに終えていると、当時の空軍次官補がコメントしたこともありましたが、現状での実戦配備は、早くても2040年代ではないかと推測されています。日本の予定より遅いですね。そのため、アメリカ側としては、F2 戦闘機を同数で代替すると仮定した場合、およそ90機程度の生産数しかない日本の次世代戦闘機開発に NGAD を関与させるメリットは薄いと判断したと思われます。そもそもアメリカから見た場合、日本の次世代戦闘機の使用は現行の第5世代戦闘機のアップデートで対応可能な範囲に止まり、 NGAD が目指している第6世代戦闘機とは噛み合わない部分があったとも言われているのです。いずれにしても、日本とアメリカは、日本が必要な次世代戦闘機の使用、要件、性能について、従来のような共同開発に、互いにメリットが見出せないことが明白となったため、日本は、別の選択肢を余儀なくされたというわけです。そこで浮上したのが、イギリスと傘下の BAE システムズ社で進められてきた、テンペスト計画への合流でした。イギリスも、現行の空軍の主力戦闘機ユーロファイタータイフーンの代替機を2035年から実戦配備する計画だったのです。次世代戦闘機の収益時期が2035年というこうした一致が日本とイギリスとを急速に結びつけるポイントとなったことは容易に想像できますね。
つまり、スケジュールを中心とした共通点から、相互にメリットが生じた結果なのでしょう。また、日本とイギリスとは、立地においても、共通点が少なからずあります。両国とも、島国で、四方を海に囲まれているので、次世代戦闘機は、仮想敵国の艦艇の接近阻止を目的とし、対艦兵装の充実を図りたいという点も一致していました。ただし、現状の航空戦力を見た場合、日本とイギリスでは、少し事情が異なっています。日本は、いわゆる第5世代機の F35 ライトニング 2A 型を、現時点で105機程度調達し、主力として運用する方向に動いています。対して、イギリスは、F35 ライトニング2の A 型の調達はせず、あくまでも、現行の主力戦闘機は第4世代機のユーロファイタータイフーンなので、戦闘機の近代化を進める必要度は日本よりも高いと思われるのです。ユーロファイタータイフーン派、イギリス、ドイツ、イタリア、スペインのヨーロッパの4カ国が共同開発した機体ですが、イギリスは160機、イタリアも96機を調達していて、空軍の主力戦闘機になっています。ちなみに、イギリスは、F35 ライトニングには、クイーン・エリザベス級航空母艦の艦載機として、B 型のみを、予算上48機調達している最中で、日本のように、A 型の調達はしていません。イタリアの場合、空軍が、A 型を60機、B 型を15機、海軍は、B 型を15機調達する計画ですが、予算が許せ、バビー型の調達数を、空軍40機、海軍62機まで引き上げる可能性もあるそうですから、そうなったら、日本以上の保有数になる可能性が出てきます。このように俯瞰してみると、国の経済的規模を考えると、失礼ながら、イタリアは、ユーロファイタータイフーン、F35 ライトニングにともに、割と多くの数を調達、配備しようと考えているように感じられます。逆に、イギリスは、いわゆる第5世代戦闘機として、F35 ライトニング 2A 型を調達する予定がないので、今後の航空戦力強化を考慮すると、日本とイタリアとの GCAP での有人機開発に重点を置いていることは間違いないと思われます。テンペスト計画発足時点では、イギリスとイタリアに加えてスウェーデンも加わっていましたが、スウェーデンは、この計画で生み出される戦闘機を調達することまでは決めてはいなくて、開発を通して得られる技術習得を最大目標にしていたと見られています。しかし、スウェーデンは、2022年2月に正式したロシア・ウクライナ戦争の余波で、NATO への加盟を申請する状況に追い込まれました。トルコの反対で遅延はしましたが、加盟の合意は大筋で得ていますから、間もなく実現する模様です。この動きと並行して、スウェーデンが GCAP にも正式に参画する可能性が示唆されていますが、今のところ目立った動きは報じられてはいません。2023年8月には、新しい動きがあったようです。中東のサウジアラビアが GCAP に参画を希望していると報道されたのです。これには、日本が難色を示していると見られているようです。イギリスとイタリアは、日本とは異なり、莫大な資金力を持つサウジアラビアの参画を前向きに捉えているという情報もありましたが、イタリア側で GCAP の主管企業であるレオナルド社は、こうした見方を否定しているそうです。このため、現時点では GCAP へのサウジアラビアの参画も不透明です。試験ですが、オイルダラーを背景にする金持ち国には、完成品を購入してもらう程度の関与に止めてもらいたいと感じます。サウジアラビアは中東の大国ですから、影響力も大きいですからね。
オーストラリアは中国に対する方針を大きく転換し、原子力潜水艦の導入から新たにフリゲート艦へと焦点を移しています。この中で日本のもが身型護衛艦が候補として急浮上しているとの情報がキャッチしました。今回は高い建造能力を誇る日本のもが身型の導入について詳しく掘り下げます。ちなみにオーストラリアが以前フランスと契約していた場合、日本の総流型潜水艦を選んでいたかもしれませんが、その計画は変更されました。2021年9月にオーストラリア、A、イギリス、UK、アメリカ、US という3カ国による新たな軍事同盟の締結は電撃的に発表され、それぞれの国の頭文字を入れたその軍事同盟の名称はオーカスとなることが明かされた。それまでもオーストラリアにとってはイギリスはかつての宗主国であり、アメリカは広い意味で太平洋において軍事的な連携を続けてきた歴史はあるが、再びアングロサクソン系国家の協力関係の強化が鮮明となった。これまで第二次世界大戦後のオーストラリアといえば近隣の国家として多少なりとも軍事的な緊張関係にあったことがあるのはインドネシアに対するものくらいで、深刻な脅威とまでの認識は薄かったと思える。そもそも国家としてのオーストラリアの歴史を見た場合、実際に艦下を交えた敵国といえば太平洋戦争時の非凡くらいのもので、その南半球に位置する国家としての地理的な環境から、以後は強力な外敵の存在は意識していなかったとすら言えよう。2024年現在のオーストラリアは、2022年5月に実施された同国下院の総選挙で現職であったモリソン政権の与党保守連合をアルバニージー氏の労働党が破って政権を奪取、政治的には大きな変革を迎えた。それでも前モリソン政権が敷いたオーカス等の新たな軍事的な施策は継続され、主として南シナ海で覇権の拡大行為を止めない中国に対し、これまでにない軍事面での危機感を募らせていることには変わりがない。前モリソン政権が敷いたオーカスという新たな軍事同盟の最大のポイントは、これまでコリンズ級という6隻の通常動力型の攻撃型潜水艦しか保有していなかったオーストラリアにとって、攻撃型の原子力潜水艦の導入という点だった。オーストラリアは、フランスと契約の上で進めていた新規で、通常動力型潜水艦のアタック級潜水艦6隻を調達するという契約を破棄し、オーカスの締結を機に、一気に攻撃型の原子力潜水艦の導入へと、それまでの方針を180度転換させた。まず、オーストラリアは、北部の港湾施設の整備を進め、そこに、アメリカ海軍やイギリス海軍の攻撃型の原子力潜水艦を寄港させることから始め、次に、アメリカから最小で3隻、最大で、5隻のバージニア級攻撃型原子力潜水艦を調達するとしている。そして、最終的には、イギリス海軍が自国で運用中のアスチュート級攻撃型原子力潜水艦の代替艦とするものをオーカス級とし、これをオーストラリア国内でも建造まで行う方式で調達するという道筋を表明している。オーカス級については、今からの設計、建造となるため、その兵装等の仕様は不明ではあるが、少なくとも、バージニア級は 533mm 魚雷発射艦4門に加え、12セルのトマホーク巡航ミサイルの専用の VLS 垂直発射艦を装備している。このトマホーク巡航ミサイルの搭載によって、オーストラリア海軍は、南シナ海に、このバージニア級を送り込めば、強力な対地攻撃能力を発揮させることが可能となり、南シナ海を手中に収めんとする中国海軍への大きな抑止力となるだろう。こうした攻撃型原子力潜水艦の調達という、大きな方針変換を遂げたオーストラリアだが、現職のアルバニージー政権は、さらなる自国海軍戦力に関する整備計画を、この2024年2月に明かし、その内容が、世界で注目を集めている。そこで言及されたオーストラリア海軍の戦力に関する整備計画には、
大型の無人艦艇、ケースに応じて、有人対応も可能な形式と、汎用的なフリゲート艦の調達を、大きな柱として挙げており、特に、後者が日本にも関係している。というのもここで言及された汎用的なフリゲート艦の調達内容について、ドイツのブローム・ウント・フォス社製の MEKO A200 型、スペインのナバンティア社製の ALFA-3000、日本の三菱重工業社製のモガミ型、韓国の大宇造船海洋社製の耐久級が候補に挙げられたためだ。オーストラリアでは、現アルバニージー政権が、昨年2023年4月に、自国の防衛戦略を改めて確認した結果、昨今最大の仮想敵国となった中国軍を念頭に、その長距離打撃兵器の配備数の著しい増加が最大の脅威だと認識するに至っている。最大の仮想敵国となった中国軍の長距離打撃兵器の増加によって、これまでオーストラリアが享受できていた地理的な距離の優位性が低下したと見ており、敵は直接的な自国への上陸を行わずとも、軍事的な強制力を発揮し得ると判断しているようだ。こうした自国の防衛戦略を改めて確認した結果を反映し、オーストラリアでは今後削減するべき戦力と、逆に強化する戦力とを明確にし、保有、運用する軍事力をそれに照らした形に適合させるべく、再編なりを進める方針である。具体的には、削減すべき戦力の例として、陸軍で進められていた次期歩兵戦闘車の調達数の下方修正、新設する予定であった砲兵連隊の取り消し等が決められ、まさに、敵の直接的な自国への上陸を対象とした分野が対象に挙げられている。逆に、M142 高機動ロケット砲システム、通称、ハイマースなどを含む、海上の敵艦艇を攻撃することが可能な長距離打撃兵器の早期の調達や、その数量の増加、また、F35 ライトニング 2A 型や F/A-18 スーパーホーネット等の戦闘機への長距離ミサイル、JSM の統合を打ち出している。こうした強化する戦力の中に、前述した大型の無人艦艇、ケースに応じて、有人対応も可能な形式と、汎用的なフリゲート艦は含まれており、前者を6隻、後者を11隻調達するという、具体的な数値も示唆されている。このうちの大型の無人艦艇、ケースに応じて、有人対応も可能な形式については、具体的な兵装として、32セル分の VLS 垂直発射艦を完備するものとなっており、アメリカ海軍が、開発中の同様との艦艇を想定していると見されている。そして、汎用的なフリゲート艦には、これも前述したように、ドイツの MEKO-A200 型、スペインの ALFA-3000、日本の野茂神型、韓国の耐久級が、具体的な検討対象として表記されているため、日本でも非常に注目を集めている形だ。ドイツの MEKO-A200 型は南アフリカ共和国海軍もバラー級として採用されている艦艇で、同艦は満載排水量3590トン、全長 121.0 メートル、全幅 16.34 メートルの艦隊にコダグワールプ方式の機関部を搭載、最大速度28ノットを誇り、主兵装には32セルの VLS を備える。スペインの ALFA-3000 は、サウジアラビア海軍でもアルリヤド級として採用されている艦艇で、同艦は満載排水量4650トン、全長 133.0 メートル、全幅 17.0 メートルの艦隊に、CODAD 方式の機関部を搭載、最大速度25ノットを誇り、主兵装には16セルの VLS を備える。日本のモガミ型護衛艦は、現時点での海上自衛隊の最新の水上戦闘艦であり、同艦は、満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル、全幅 16.3 メートルの艦隊に、コダグ方式の機関部を搭載、最大速度30ノットを誇り、主兵装には、16セルの VLS を備える。韓国の耐久級は、韓国海軍では、2018年から収益を始めた新鋭艦であり、同艦は満載排水量3592トン、全長 122.0 メートル、全幅 14.0 メートルの艦隊に、コッドログ方式の機関部を搭載、
最大速度30ノットを誇り、主兵装には16セルの VLS を備える。ここに列挙した仕様だけを比較すれば、日本のもが、2型護衛艦が最も大型ではあるが、兵装面では、VLS、垂直発射艦は16セルと控えめであるため、長距離打撃兵器の数を増加させることを表明しているオーストラリアにとっては、同32セルに増強されると言われる時期 FFM の方が向いている可能性もありそうだ。世界の国々の中で、潜水艦を戦力として採用、配備している国は、2024年時点でも40カ国ほどではないかと考えられているが、全体で、200を優に超える国が存在する状況を思えば、ごく限られた国が運用する兵器とも言える。地理的に自国が位置する環境が内陸という国々もあるため、すべての国々が、すべからく、潜水艦の取得と運用を志向しているわけではないとはいえ、かなり特殊で贅沢な装備品だと言っても過言ではないだろう。そうした中で、日本は、四方を、領海と排他的経済水域に囲まれた島国という、地理的な環境下にあり、海外の国々との交易の大半も、この海上交通路を通じて行っているため、その防衛の中心に潜水艦隊を据えている。日本の海上自衛隊は、2024年現在は、22隻体制の潜水艦隊を有しており、これは、かつての防衛計画の対抗、現在の国家防衛戦略に定められた体制であり、この枠外にも、2隻の練習用潜水艦を置くなど、実質的には、さらに厚い戦力を有している。日本は、1945年8月の太平洋戦争の敗戦の後、アメリカを中心とする連合国から、潜水艦の保有を禁じられていた時期もあったが、旧ソ連陣営とアメリカ陣営との間で、冷戦構造が激化したことで、再度保有が解禁された経緯を持つ。そこで、日本は、北の宗谷海峡、津軽海峡、南西の対馬海峡を通過して、太平洋へと進出を企てる旧ソ連の潜水艦の行動を阻止するため、その監視任務を行う潜水艦の配備を、アメリカの要請もあって再開したと言ってよいだろう。当初こそ、アメリカが、第二次世界大戦中に建造した、ガトー級潜水艦の譲渡を受けて、潜水艦隊を復活させた日本の海上自衛隊だったが、1965年に就役させた方針から国産化を再開。ここから、今まで、建造技術の継承を続けている。この方針は、三菱重工業者の神戸造船所が建造を行った潜水艦で一隻のみに止まったが、続く1966年から就役を果たした、朝日、岡田和洋石が建造され、半数の2隻は、川崎重工業者の神戸工場が、その建造を受け負った。以後、この三菱重工業者の神戸造船所と川崎重工業者の神戸工場は、現在の最新鋭の太平型に至るまで、日本の海上自衛隊の潜水艦の建造を交互に行い、その建造技術やノウハウの蓄積を積み重ねている状態である。近年は、海上自衛隊の潜水艦は、毎年一隻ずつを、交互に、三菱重工業者の神戸造船所と川崎重工業者の神戸工場が建造することが常となっており、22隻体制となったことで、その使用年数も22年プラスアルファという期間となることが見込まれている。2024年現在、海上自衛隊の潜水艦の中で、最新鋭艦である太平型は、基準排水量で3000トン、満載排水量で推定4300トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートルの船体を持つが、これは、通常動力型の攻撃型潜水艦としては、世界でも最大規模である。太平型の通常動力型の攻撃型潜水艦としての機関は、ディーゼル機関、リチウムイオン蓄電池とモーターで構成されており、リチウムイオン蓄電池の性能によって、従来よりも、潜航時間や作戦行動半径が大幅に向上したとされている。この太平型の場合、現在の海上自衛隊の最新鋭の潜水艦ということで、最大出力や水中の航行速度等のデータは開示されていないが、同様な機関構成を備える前級の、そう、
旧型の後期2隻の使用を見ることである程度の推察は可能だ。そう、旧型の後期型2隻は、水中での能力値として、最大出力5600馬力、最大速度18ノットという値が公開されているため、タイゲイ型では、これに、若干のプラスが行われているものと見る向きが大勢を占めている。こうした機関構成に加えて、タイゲイ型は、通常動力型の攻撃型潜水艦として、兵装には、艦首部に、6533mm 魚雷発射管を備えており、ここから、対艦戦闘用の18式超魚雷やハープーンブロック2ミサイルを運用する仕様となっている。これらの兵装は、タイゲイ型と同時に運用されている前級の、そう、竜型、前々級の親潮型と同様なものであり、専守防衛を旨とする海上自衛隊の潜水艦として、日本の周辺の主要な海峡で待ち伏せ攻撃を行うことを基としている。タイゲイ型の収益によって、従来よりも、作戦行動半径が大幅に拡張されたと見る向きの一部には、従来の待ち伏せに止まらず、積極的な移動を行うようになると指摘する声もあるが、通常動力型潜水艦の速度では難しいと個人的には思える。原子力推進型の他国の攻撃型潜水艦の水中における移動速度は、おおむね30ノット前後と水上戦闘艦と同等以上の高速を発揮することが可能であるため、移動しながらの攻撃も考えられるが、20ノット前後ではそれは期待できないだろう。こうした通常動力型の攻撃型潜水艦の能力的な限界を考慮して、原子力推進型の攻撃型潜水艦の取得へと、大きく、装備品の調達方針を変更することを決断したのが、2021年以降のオーストラリアだと言って過言ではないだろう。オーストラリアは、2021年9月に、電撃的に、アメリカとイギリスとの間で、新たな軍事的な枠組みであるオーカスを締結したことを発表し、それまでの自国海軍における潜水艦の調達計画を180度転換させることを打ち出した。それまでのオーストラリア海軍は、1996年から2003年にかけての7年間をかけ、スウェーデンのメステルイエトランド級をベースに大型化させたコリンズ級という、通常動力型の攻撃型潜水艦を6隻調達し、運用を行っていた。コリンズ級は、水上排水量が3051トン、水中排水量が3353トン、全長が 77.8 メートル、全幅が 7.8 メートルという船体を持ち、主兵装も、6533mm 魚雷発射艦と海上自衛隊で言えば、現在のサイコさんの親潮型に、ほど近いサイズ感の潜水艦である。オーストラリア海軍は、このコリンズ級6隻の代替を検討し、2016年春には、フランスが提案した同国が開発中である原子力推進を採用した攻撃型潜水艦のシュフラン級、これを通常動力型に変更することを選択した。フランスが開発中のシュフラン級は、水上排水量が4765トン、水中排水量が5300トン、全長が 99.0 メートル。全幅が 8.8 メートルとされているが、原子力推進型の攻撃型潜水艦としては、アメリカやイギリスのものと比較すれば、そこまで大型とは言えない。これを、オーストラリア向けに通常動力型に換装したものは、アタック級と名付けられ、兵装面では、533mm 魚雷発射艦を8門を装備し、アメリカ製の MK48 超魚雷やハープーン追艦ミサイルを、合計で28発搭載する仕様となっていた。オーストラリア海軍では、このアタック級を、合計で12隻調達する予定で計画を推進していたが、前述した2021年9月に、アメリカとイギリスと、新たな軍事的な枠組み、オーカスを締結したことで、その全てを白紙撤回することを決めた。オーストラリアが、フランスとのアタック級の建造計画を白紙撤回した理由は、様々なものが挙げられているが、本国のフランスでも建造計画が遅延気味であったシュフラン級、その通常動力型への換装に疑義が生じたことは想像に難くない。こうしたアタック級の物理的な建造の遅延、原子力推進型を通常動力型に換装するという困難さに加えて、オーストラリアが
方針を大きく転換した理由は、南シナ海を自国の支配下に組み込もうとする中国の脅威が現実味を帯びたためとも言われている。防衛装備庁が将来の電子戦に向けて、実はスタンドオフ電子戦機の開発を2023年8月から開始していた。今回は固定翼の C2 輸送機をベースに開発する次世代電子戦機を詳しく見ていきましょう。敵の通信を妨害し、レーダー施設を無効にすることで航空任務を支える電子戦機が岐阜基地への配備が計画されています。輸出の計画もあるものの、公明党からは強い反対の声が上がっています。2023年8月から防衛装備庁では将来の電子戦において有効的なスタンドオフ電子戦機というものの開発に着手していた。このスタンドオフ電子戦機とは、妨害対象の脅威の対処可能とされる地域の圏外から強力な電波を発信することによる敵電波の妨害、かつレーダー施設などを無力化することによって、自衛隊の航空作戦の遂行を有利にする航空機のことである。現在の航空自衛隊では、電子戦訓練用として、中型輸送機 DC-1 やターボプロップの YS-11EA といった輸送機をベースにした電子戦機を運用している。これらの電子戦機の機体には、突出したアンテナフェアリングが複数個装着されていて、DC-1 の場合は、機種にも装着されている姿から、ファンの間では、カモノハシ君と呼ばれているようだ。現時点で、電子戦機は、埼玉県の入間基地を拠点として運用されているが、訓練用でさえも、その任務の秘匿性が極めて高く、装備や任務に関しては、一切公表されていません。そもそも、電子戦機とは、現代の電子戦を重視して設計、装備された航空機のことを指し、その開発には、高度な電子情報技術の集積が必要となるため、先進国の中でも一部しか保有していない状況だ。それらの国の中でも、やはり、アメリカが、その開発と配備において非常に充実しており、その理由としては、軍事用電子機器の大半がアメリカ製であることが挙げられていて、自国の軍事的優位を世界的に維持するためである。現在の電子戦における、電子攻撃 EA、ECM、電子防護 EP、ECCM、電子戦支援 ES、ESM の3領域のうち、電子防護は、レーダー基地などにおけるソフトウェア的な対策がメインとなっている。それが故に、ハードウェアとしての電子戦機は、電子攻撃あるいは電子戦支援を目的として装備されることが多く、電子攻撃を重視する機体に関しては、電子対抗手段、ECM を主とする電子妨害機と、対電波放射源兵器、ARW を主とする敵防空網制圧機、SEAD が存在する。電子戦支援を重視する機体を、通称、電子偵察機と呼ばれるが、作戦指揮官のための電子戦支援だけでなく、諜報活動の分野に属する通称、サイジエントとされる通信、電磁波、信号など、主として傍受を利用した諜報活動にも運用されている。その他にも、味方のレーダーへ、意図的に妨害をかけて、訓練時の電子戦環境を演出する電子戦訓練機も存在していて、これらの機体を自衛隊が運用しているようだ。また、電子戦機は、航空自衛隊と同様に、輸送機などの大型機を改造したものが大半であるが、戦闘機の行動に随伴できるエスコートジャマーと呼ばれる電子戦機もある。
2022年2月24日から開始されたロシアによるウクライナ侵略戦争においても、対ドローン対策などで電子戦が重要視されている中、近年においては、専任の電子戦機以外の航空機にも、必要最小限の電子戦用機器が搭載されることが多くなった。その中でも、特に、敵の弾道ミサイル発射などを早期に察知する早期警戒管制機 AWACS などは、強力な電子戦能力を備えており、その他にも、日本でいうところの P3C や P1 などの対戦哨戒機にも、電子戦支援が重要視されている。実は、それ以外の戦闘機にも、自衛用のレーダー警報受信機 RWR が代替搭載されており、ミサイル攻撃から自己防衛するための ECM 装備である電波妨害装置などにおいても、内蔵型や外装型など様々な機種となって運用されている。この度、防衛省が計画しているのは、航空自衛隊で現有している C2 輸送機をベースとした電子戦機であり、そのための開発費として、2023年度予算において83億円が計上されていた。当初のイメージ図を見返すと、機種に大きなアンテナフェアリングが取り付けられていて、EC1 と同じく、カモノハシのようなくちばしを持つ航空機で、この C2 輸送機改良型の電子戦機に搭載される各種装置は、すでに、2020年から開発が始まっており、今後は、それらの実装試験が加速化していくでしょう。今のところ、防衛省では、C2 輸送機改良型のスタンドオフ電子戦機を4機調達する予定で、それらを配備、運用する岐阜基地に、新たな専門飛行隊を編成するものとみられている。スタンドオフ電子戦機の母体となる C2 輸送機は、防衛装備庁と川崎重工業が、C1 輸送機の後継機種として開発を進めた機体であり、2016年6月から運用が開始されていて、現在までに14機が配備されている。その初舷は、操縦士2名、ロードマスター1名の必須乗務員のほか、補助席に2から5名と貨物室に110名を搭乗させることが可能である。すでに入間基地へと配備されている C2 輸送機の試作2号機を改良した電波情報収集型 RC2 に関しては、現在運用されている4機の YS11EB 電子測定エリント機の後継機種として、開発が逐次進められているものであり、これらには、防衛装備庁が開発している最新型の将来電子測定機搭載システム ALR-X が採用されることになっている。スタンドオフ電子戦機に関する事業として達成すべき3つの目標が掲げられており、それが、データリンク妨害技術の確立、マルチ電子戦プラットフォーム技術の確立、開発コストの低減である。これまでに防衛装備庁で進められていた技術研究関連事業の戦術データリンク妨害用送受信技術の研究、戦闘機搭載型電子妨害装置、JAL95ECM 装置、次期機上電波測定装置などがあり、これらの成果が日本の防衛に大きく貢献されるものとみて間違いないでしょう。当然、これら電子戦機は国際的に見ても極めて秘匿性の高い装備品であり、防衛省が目指している性能を満たすことができる海外の先端的同等装備品が導入できるかどうかについても非常に困難であるとされており、それと同時に、電磁波領域は近年のあらゆる戦場において戦略、戦術面で最も重要視されていることも鑑みて、防衛省では自前による開発を実施することが決定された。ただし、3つの目標のうちの開発コストの低減に関して言うと、その対策として、2014年の第2次安倍改造内閣による武器輸出三原則から防衛装備移転三原則へ移行したことによって、諸外国への売り込みと軍事経済成長が図られていた。2016年に、川崎重工業では、C2 の海外輸出を目指すプロジェクトとして、営業や設計に精通するエンジニアたち約20人で構成される大型機輸出プロジェクトチームを立ち上げて、諸外国政府の需要調査などを積極的に進めており、中東のアラブ首長国連邦、UAE や西側諸国のニュージーランドなど複数の国が関心を示しているものの、
その価格の高さから輸出は難しいと言われている。その中でも、政府は UAE を重要かつ大きなパートナー輸出対象国とみて、同国空軍の要人を招いて試乗させるなどのほか、同国で開催された航空ショーに C2 を派遣するなど売り込みをかけていたものの、2023年1月に UAE 政府は韓国に対して総額300億ドル、日本円で約4兆5000億円にも及ぶ投資を行うことを発表し、その中に韓国の次世代輸送機 MCX 開発計画が含まれていることが明示されていた。このことをきっかけにして、UAE が調達コストの高い C2 輸送機の導入を諦め、個人的には気がかりな韓国と MCX を共同開発することでコストを下げようとしているのではないかという見方が世間では広がっている。2023年12月中旬、アメリカ海兵隊の所属で、山口県の岩国基地を駐基地としている F-35 ライトニング 2B 型の2機が、宮崎県の固有郡新富町に所在する航空自衛隊のニュータバル航空基地で離着陸を実施したことが報じられていた。アメリカ海兵隊所属の F-35 ライトニング 2B 型といえば、第1回目の航空母艦化改修を終えた後の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦への離着陸テストを実施したことでも知られており、同機の日本への導入に貢献を果たしている。ただし、こうした出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用するためのテストには、協力を仰ぐために、アメリカ軍に12億円以上の費用が技術的な支援費用として投じられており、予算化されている。そのため、今回のニュータバル航空基地へのアメリカ海兵隊所属の F-35 ライトニング 2B 型の離着陸に関しても、単なる日米での同期運用に際しての連携というだけでなく、契約としての対価を伴う行為であることは想像に難くない。そうした中で、日本の防衛省は、南西諸島方面の防衛力の強化の一環として、沖縄県のうるま市に、訓練場の整備を進めることの現地説明会を実施し、ここでも、その説明用の資料の中で、F-35 ライトニング 2B 型についての記述が確認された。その資料によれば、今年2024年度から、実機の配備が開始される航空自衛隊用の F-35 ライトニング 2B 型について、前述の宮崎県の固有郡新富町のニュータバル航空基地に、同機の飛行隊を新規に配備する計画が記述されていた。日本の航空自衛隊では、2024年2月の現時点で、この短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型を合計で42機、通常の滑走路で運用される空軍型の同 A 型を、105機の総合計で、147機の調達を計画している。日本を含むアメリカの軍事同盟締結国、並びに、友好国が物理的に入手可能な、いわゆる第5世代戦闘機は、これら、ロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニング2に限定されるため、採用国は、増加の一途をたどっている。そんな状況下、今回の防衛省の資料によれば、航空自衛隊が調達する F-35 ライトニング 2B 型は、宮崎県の固有郡新富町のニュータバル航空基地に2個飛行隊を新設して駐機させる計画であると記述されている状況だ。現時点での故障としては、宮崎県の固有郡新富町のニュータバル航空基地に配備される F-35 ライトニング 2B 型の飛行隊は、仮の名称として、臨時 F-35B 飛行隊とされているが、新設される2個飛行隊に42機全機を組み込む模様である。いよいよ、今年2024年度から、宮崎県の固有郡新富町のニュータバル航空基地に配備される予定の F-35 ライトニング 2B 型だが、防衛予算上では、2020年度分から計上が行われており、すでに、今年で5年目を迎える計算である。まず、航空自衛隊のこれまでの F-35 ライトニング 2B 型の取得予算の計上は、初年の2020年度が、6機を793億円、1機平均約132億円、2021年度が、2機を259億円、1機平均約130億円、2022年度が、4機を、
510億円、一期平均約127億円となっていた。同様に続く2023年度が、これまでで最大の8期を1435億円、一期約180億円、そして今年度の2024年度分が7期で1256億円、一期平均約180億円となっており、この5年分の累計で27期が4253億円、一期平均157億円で計上されている。さすがに F-35 ライトニング 2B 型は、同期のシリーズの中でも、短距離離陸、垂直着陸が可能という特殊な機構を備えることから、調達単価も高額で、通常の滑走路で運用される空軍型の A 型に比しても2割以上は高価だと感じられる。そうした得意な特徴を備えた F-35 ライトニング 2B 型だけに、導入国は、本国のアメリカと日本以外には、現時点では、イギリス、イタリア、シンガポールといったごく少数の国々に限定されており、韓国が続く可能性がある程度であろう。日本では前述したように、この F-35 ライトニング 2B 型は、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦に航空母艦化改装を施して艦載機として運用する計画であるが、シンガポールを除けば、すべての国が、そうした運用を行っている。アメリカであれば、海軍が保有する強襲揚陸艦の艦載機の一部として運用されており、現時点では、バスプ級7隻、アメリカ級2隻の合計9隻の同艦の艦載機として、同様の用途の全モデルとも言うべく、機 AV-8B ハリアー2との併用が、今しばらく継続される予定だ。アメリカ軍でも、これらバスプ級やアメリカ級の強襲揚陸艦そのものは、海軍が保有、運用を行っており、艦載機である F-35 ライトニング 2B 型は海兵隊の所属であり、以前より、この2組織による共同運用が行われている。イギリスの場合、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とするのは、2隻が就役しているクイーン・エリザベス級航空母艦であり、こちらもまた、艦艇は海軍が、艦載機は空軍が運用するという体制を敷いている状況である。イタリアでは、軽空母であるカブールが F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用しているが、こちらは、現時点では、世界で、唯一、艦艇、航空機ともに、海軍の所属で運用されており、今後は、2024年に、就役の強襲揚陸艦のトリエステでも運用される可能性がある。F-35 ライトニング 2B 型の採用国で、最も異例な存在と言えるのがシンガポールであり、もともとは、現行の F-16C-D を代替する目的で、2019年に、A 型の調達が計画されていたが、翌2020年には、これを B 型に変更することとなった。シンガポールは、航空母艦や強襲揚陸艦等は保有、運用していないが、狭小な国土ゆえに、短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型を陸上から運用することで、航空戦力の柔軟な展開を目指す狙いがあると目されている。このシンガポールにおける F-35 ライトニング 2B の運用のコンセプトは、同様に国土が狭小であり、さらに、周囲を、敵国やイスラム武装組織に囲まれたイスラエルでも検討されているとされ、今後実施される可能性もありそうだ。イスラエルは、2023年10月以降、パレスチナのガザ地区におけるイスラム武装勢力のハマスの殲滅に乗り出しているが、今回のようなそれらの武装組織からのロケット弾頭による攻撃を見るに、F-35 ライトニング 2B 型の調達が現実味を帯びるかもしれない。キレでなくとも、イスラエルは、今回の事態に遭遇し、A 型の自国専用バージョンである F-35I を実戦投入しており、言い方は悪いが、アメリカからしてみれば、その実力と効果を試す格好の機会と捉えている感も拭えない。さて、日本の航空自衛隊の F-35 ライトニング 2B 型の運用の件に話を戻せば、配属先となる宮崎県の固有郡新富町のニュータバル航空基地は、
出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の2番艦加賀の母港である広島の呉へのアクセスにも優れた立地だろう。また現在進行形で開発が進む鹿児島県の馬毛島とも四国の間にあるといえ、南西諸島方面の防衛の強化に向けては非常に適切な配備先と言えるのではないかと個人的には考えている。日本国内の一部からは今後航空自衛隊への F-35 ライトニング 2B 型の配備が今年2024年度から開始されるにあたっていずれは航空母艦化改修を終えた出雲型を運用する海上自衛隊に所属が移管される可能性を指摘する声も聞かれる。しかしこれまでにも紹介してきたようにイタリアの例を除けば本国のアメリカ、イギリスともに艦艇と航空機は軍内部の別組織の所属で実施されており、日本も同様の手法を取ることに大きな問題が生じるとは考えにくいだろう。